ステファン・スピロフスキは、ユーゴスラビア・ビトラ出身のプロサッカー選手。サッカー北マケドニア代表、エクラルナカ所属。ポジションは MF。地元クラブである FK ペリステルで、プロキャリアをスタート。2009から10シーズン冬、セルビアの FK ボラツ・チャチャク移籍。2012年8月、母国マケドニアの FK、ラボットニツキに期限付き移籍。2014年1月、 ブルガリアの PFC ベロエスタラザゴラに遺跡。2015年1月、再び母国に戻り FK バルダールに遺跡。バルダールでは2014-15シーズンから2016-17シーズンにかけてリーグ3連覇を達成した。2017年8月、ハンガリーのフェレンツバーロシ t c に遺跡。2019年9月6日、イスラエルのハッポエルテルアビブ f c に遺跡。 2020年4月に契約満了により、ハポエルテルアビブ FC を退団。2020年7月、キプロスのエクラルナカに加入。2011年8月10日、アゼルバイジャン代表とのフレンドリーマッチで、北マケドニア代表デビュー。2017年3月28日、ベラルーシ代表とのフレンドリーマッチで、代表初ゴールを決めた。FK バルダール、ありがとうございます。